12.8cm パック44は第二次世界大戦中にドイツ国防軍で採用された合計 128mm の野砲検体戦車砲である。パック44が主砲のヤークトティーガー東部戦線における対戦車戦闘能力を持つ野砲による赤軍砲兵士団の運用に影響を受けたドイツ陸軍は野砲としては姿勢が低く かつ起動する目標に追従しやすい全周旋回が可能な大型砲の開発をクルップ社に命じた。そして、チェコのシコダ社の技術を取り入れた 12.8cmK43 が開発され、その改良型 12.8cmK44、または 12.8cm パック44として採用された。パック44の生産は、 クルップ車とラインメタル車によって行われたが、前車が 8.8cm パック43に似た、ソリッドゴムタイヤ4輪型の砲がであったのに対し、後車は20棒立てを持ち6輪型砲がで、共に十字型砲がではあったが、形状やスペックが異なっていた。また、多項式、マズルブレーキの形状も異なっていた。いずれの方でも、弾頭重量 28.3kg の、 鉄鋼榴弾は1000メートル先の200ミリメートル相関板を貫通可能で、たとえ貫通に至らなくても、弾量効果によって、効率で機能不全へ陥らせた。パック4 4の簡易自走砲型として、パック4 3搭載型よりも大型のバフヘフントレー側も計画された。また戦車砲型として、 ヤークトティーガーやマウス重戦車に搭載された 12.8cm パック80、PJK80 も開発されている。また、この方針に、フランス製 155mm GPKT の砲画を組み合わせた 12.8cm K81-1。 ソビエト連邦製 152mm M1937 の砲画と組み合わせた 12.8cm K81 にも作られている。WW2 ドイツ軍兵器集、他、ありがとうございます。